ちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日はボディケア受けてきましたのでちょっとご紹介したいなと思います。マリエさん、お願いします。はじめ。かぶりもまでしていただいて、はい、ありがとうございます。かぶせられますか？無理やり。マリエさんです。よろしくお願いします。マリエです。よろしくお願いします。ま、大丈夫ですかこれ？いいですかこれ？いや、あのマリエさんが良ければ。ああ、ちょっと。そうですね。大丈夫かどうかわかんないです。関門海峡にね、はい、面したスパなんで、やっぱりこう。ああ、なるほど、ね。やっぱ海の生物。はい、これフグなんですね。これね、みんなね、タイって言うんですけど、いや、私もタイかと思いました、これ。これね、フグなんですよ、はい、こういうフグがいるんですか？こういうフグはいないけど、赤色のフグいないんですね。いないなるほど、こういうフグしか知らなかったから。そうそうね、これよくね、さかなクンが被ってるやつ、うんうんうん、かわいい、かわいいでしょ、これも。はい、かわいい。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いしますいや、あの、ボディケア受けさせてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。いや、もう初めてなんですけど、すごい、もう寝そうでした、すぐ。眠くなりますよね、はい、うんうん、結構半分以上の方は寝られます、はい、やっぱそうですよね、はい、最初お話しして、はい、後半寝られるみたいな方が結構多いですね。そうですね、またその僕のボディケアの様子はまた別の回で別の回で需要があるかわからないですけど見てください。受けてる映像が、そうですよね、受け出してもらいましたんで、はい、いや本当に気持ちよくさせてもらいました。よかったです、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ウルなんですけど、はい、いつオープンされたんですか？オープンが、はい、今年の1月16日グランドオープン。グランドオープン、はい、今 2,3,4 あ、3ヶ月ぐらい、ちょうど3ヶ月ぐらいです。あ、まだ3ヶ月です。すごい、はい、ね、でお会いしたのもね、ちょうど1年前ぐらいで、うんうん、オンラインのなんかイベントでご一緒させてもらって、そっからのご縁ですもんね。そうですね。で、ホテルのね、はい、中に、はい、お店を構えるっていうところまで、はい、大変じゃないですか、やっぱり。いや、大変でしたですよね。そうですね、忙しかったでしょう、はい、ずっとなんかもう個人でこじんまりやってたので、はい、うん、まあ、こういうちょっとなんか立派なっていうかやるのは初めてなので。はい、スタッフも何人か来てくれて。スタッフの方も何人かいらっしゃるんですか？今、2人います。で、一応3人でこう、はい、ローテーションじゃないですけど。そうですね、私は基本毎日いて、うん、もう1人いたり、うん、いなかったりしてます。スタッフ募集中です。あ、スタッフ募集中ですぜひ一緒に働きましょう経験者とかなんですか、募集は？今募集してるのは一応経験者の方がいいなと思って。あ、そうなんですね。いたらぜひ来るまでお願いします。お待ちしてます切実です。あ、そうなんですね、わかりました。まあ、イメージで申し訳ないんですけど、はい、こういうマッサージするのってなんか男性が行きにくいイメージがあるんですけど、男性の方って結構来られるんですか？はいはい、男性の方は多いんですよ。意外に半々です。男性女性の日は、え、もう半分半分ぐらいですか？半分半分です。先月も先々月も半々でした。だから男性の方が意外と多いです。あ、そうなんですか。はい、だいたい何歳ぐらい、男性でいうと何歳ぐらいのこう幅とかってあります？はい、男性でいうと結構幅広いんですけど、でも一番多いのは40代の男性が多くて、40代、50代、30代。仕事やっぱりこう、はい、なんか例えばこう肉体労働してるから、はい、なんかこう疲れ取りたいな、取りたいなとか、はいはい、なんかあるんですか、こう。そうですね、どういう人が多いですか？いや、本当に様々なんですけど、うん、肉体労働の方もいれば、うん、デスクワークの方も多いですね。やっぱ一日中デスクワークで首肩凝っちゃうみたいな。ここね。そうですね、そこ、ここね、ここが凝るっていう、はい、デスクワークでね。ユーチューバーもね、デスクワーク多いから。そうよくしてますね眼精疲労もねいやね、ヘッドスパのあのこう目をしてもらったじゃないですか、はいはいはい、新しいとこを押してもらったんで押されたことない、自分でも押されることないですし、押されたこともないし、自分でも押したところないとこを押したね、はい、なんかうわーってなりました。どうでした？
なんか新しい世界になった。新しい世界行っちゃいましたか。何ここみたいな。あそこ、はい、その目がすごい気になったんですけど、はい、あの目ってあの辺なんかツボがあったんですか。あの目の疲れが出てくるとあの辺りに老廃物が溜まったりとか疲れが溜まるので、はい、あそこを押してあげるとあの目周りすっきりしたりちょっとこう視界が広がったりとか。あの目がすごい良かったっす、はい、あ、良かったです。あ、良かったです。疲れてたんですかね、うんうん、やっぱ YouTuber なんでYouTube で ありがとうございます活躍中なんでパソコンの前の作業がね。そうですよね。いや本当こういう撮影って、はい、ね、5分10分ですけど、うん、そっからのね編集作業がね。編集作業はね、まあ、パソコン前でこう、うん、目が重たくなっちゃうので目がね使うんで。でもああいうあの目周りのツボ押しとかヘッドマッサージはすごい人気です。男性の方にも人気ですね。やっぱ目の疲れがスッキリする。頭すごいスッキリしたんです。ああ、よかったです。嬉しい。スタッフ、ね、いらっしゃるって言ってましたけど、はいはい、男性の方とかもいらっしゃるんですか。男性スタッフも一人です。ベテランの。ベテランなんですか。はい、ベテランです、すごい上手です。整体師、男性の整体師が。あ、そうなんですか。男性の特徴って言ったらこうなんか力強いイメージですか。そんな顔してね、僕目つぶってましたけどやっぱこんな感じでやったりするんですかね。いや、そんな顔して押してるのは見たことないですだと。ああ、そうなんですね。はい、いた気持ちいい感じ。じゃあ、あの、はい、男性の方のスタッフもいらっしゃるってことで、はい、ご指名とかってもできるんですか。あ、指名もできます。どうやって指名したらいいですか。基本的にネット予約を推奨してるんですけど、はい、そのスタッフが選べて、はい、ああ、そういうことですか。それでスタッフを選んで予約ができるので。あ、なんか予約の URL があります、はい、あ、あります。あ、ここね。じゃあここ入れときます。ぜひお待ちしてます定休日が火曜日で、はい、営業時間は3時から10時まで。時間帯で言うと、はい、時間帯この辺がやっぱ多いよとかあります。あ、でも3時からなのでやっぱ3時からのご予約が多いと、うん、あ、そうなんですか。あとは夜お仕事後来られる7時とか7時とかが多いですか。7時とかが多いですか。7時8時、はいはいはい、そこから60分とか1時間半とか。一番多いのは120分のコースが2時間コース。2時間コースが一番多い。時間でもいいっすよね。2時間いいですよ。やる方はあっという間ですけどね。あ、そうですか、うん、疲れないですか。全然疲れないです。へえ。やってる側も気持ちいいです。そうなんですか、はい、そういうものなんですかね。それはやっぱ定職なんですね。そうですね、好きなので。こうね、こうやってるから、ね、逆にたまるんかなとか思ってますけど。あ、よく言われるんですけど、でも全然やる側は思うほど疲れないです。へ、なんか力でやってるわけでもないので。いや、本当にでもなんか、はい、力入ってないんでしょうけど、こう、はい、ツボなんでしょうね。ふわーって入ってくる、こう目とかのツボとか、はいはい、ここは新しい世界。新しい世界、ありがとうございます。またいつでも。そうですか、ありがとうございます。お体のケアに。じゃあ、プル、ここです。ぜひお願いします。風の海の2階に。そうですね、そう、風の海の、プルです。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあねー。